このように摩擦がなければどうなるか、記述せよ。皆さん、この問題が解けるでしょうか。これはニュートリノ天文学の開拓者として2002年ノーベル物理学賞を受賞した小柴正俊博士が大学院生で、神奈川県にある栄光学園で物理の臨時講師をしていた時に生徒に出題した問題なんですが、あなたならどう答えますか。あまりに難しくて何も書くことができず、そのまま白紙で提出するかもしれませんね。ところがこの問題、その白紙答案が大正解なんです。私たちが紙に物を書くことができるのは、鉛筆やシャーペンなどの芯を紙に当てた時、芯と紙との間に摩擦が起こって芯が削れ、黒い粉が紙に残るからです。もしこの世の中に摩擦がなければ紙に文字を書くことはできません。ですから正しい答えが白紙なんです。実際のテストで正解したのはたった3人で、もしかしたらその正解した3人も単に答えが分からず白紙だったのかもしれません。2020年11月12日、94歳でお亡くなりになった小柴博士ですが、常に遊び心のあるユニークな方だったようです。私たちも小柴博士のように遊び心を忘れずに日々過ごしていきたいものですね。